うでしょうか。特に問題はないですよね、多分。うん、大丈夫だよ。ただこのスピードになれるにはもう少し時間がかかるかな。無理はしないでくださいね。何しろ演習とかじゃありませんし。うん、なるべくうまくやってみる。ナビゲーションはよろしくね。はい、任せてください。このスーサナ隅々まで完璧にこなして。あれ、この赤い点はいつの間に。大変です。複数の敵が接近中。直ちに迎撃の準備をしてください。このトンネルは封鎖されてるね。はい、調査の結果とも一致してます。上空市はどうやら連中の支配下にあるようですね。でも状況から見る限り、彼らが相手なら高速で機動的に対応できるこっちは有利だと思う。そうですね、私も人一倍注意を払います。敵の信号は絶対に見逃しません。さっきのことは気にしないで。結果から見ればロスとかは全然なかったし。あ、少し待ってください。敵の増援を確認しました。あれ、この反応は。気をつけてください。大型がこちらに向かっています。もしかしたら振り切ることもできるかもしれません。しかしトンネルの中では。大丈夫、私が何とかするから。でも敵を振り切ったら超空市の合流ポイントに向かうね。追跡されないように通信も一旦切っておくから。それじゃ後で会おうね。お疲れ様、重装ウサギ。やっと超空市に着いた。ここは荒れたままだね。まずはパートナーと交流しないと。確かこの近くにいるはず。あれは。前、左、右、後ろ。うん、すべて確認完了。周りに危険目標なし、いつでも交流可能です。どうぞ。こんにちは、スーサナさん。環境に溶け込むな。息を殺して。スーサナさん。あれ、うわー、どうやって私を見つけたんですか。え、もしかしてうまく隠れてたつもりだったの。はあ、こんなにもあっさりと変装を見抜かれるなんて。バルキリーなのに私の実戦経験にはやはり問題があるみたいですね。スーサナさん、少し張り詰めすぎだと思うよ。え？だって普段のスーサナさんは今日みたいにはならないし、それに
みんなもとっくにスーサナさんのことを経験豊富なバルキリーだって思ってる。ゼーレさんの方がよっぽど経験豊富ですよ。オットー司教との戦い、スキルの活躍、あなたはいつも命を懸けて最前線で戦ってます。でも事前準備の時にもうこの話をしたよね。はい、今度の任務では対等の仲間として動くでしたよね。わかりました。そうですね、私だって長い間天命で働いてきましたし、昇進だってしました。あ、私頑張って自信を持ってみます。この様子だと任務を続けながら彼女の緊張をほぐす必要があるみたい。それじゃあ善は急げって言うし、スーサナさん、今すぐ行動を開始しよう。はい、私についてきてください。この先に隠れ家を用意してありますので、そこで本部と連絡を取りましょう。でも警戒は怠らないでください。町には無謀者の手先もいますから。まさに今みたいに。私一人だったらかなり苦戦してたはず。約束のために。さすがはゼーレさん。あ、ゼーレさん、隠れ家に入る前に一つ問題を解決する必要があります。それは隠密通信に使われる発信装置？その通りです。これを使って隠れ家で隠密通信を行っていたんですが、ついこの間無謀者のあいつら本当にひどいんですよ。修理するたびに邪魔しに来るんです。ほら今みたいに。修理に専念して、他のことは私が片付けるから。気をつけてください。どう避けるかは私が説明します。え？うん、わかった。